次元の型にはまらないラジオ。はい、皆さんこんにちは。その最後のはいもちょっとエコーかかってたんですけれども、手動でやってるので許してください。はい、どうですかね。すごくエコーが入るようになってからですね、ラジオ番組っぽくなってきたんじゃないでしょうかね。エコーが入って、BGM が入ってね、僕が喋り始めるってね、ここまで来たら本当にラジオ番組ですよ。ただね、この次元の型にはまらないラジオって、その普通ラジオ番組だったら一回撮ってるやつをずっと使い回すと思うんですけど、僕は毎回新しい声で言うてるっていうね。はい、そのデータを保存しとくのがね、だるいっていうのがあるって、さっきオゾンって言いかけたんですけどね、何を急にオゾン層のこと言い出したんやって思った方いるかもしれませんがね、まあ思った方いない方の方が多数かな、思わなかった方が多数かなと思いますが、30回目ということで記念すべきですね。なんで30回が記念すべきかわかんないんですけどね、キリがいいと、30をキリがいいとした人の気持ちがわからないですけどね、昔からきっと12とかをキリいいと考えてたらね、12、24みたいな、36みたいな感じでね、キリいいとか言ってたんでしょうけどね、勝手にこれは先祖がね決めたことなんでしょう。30とかがキリがいいというね。はい、まあそういうことで、まあ何のスペシャルでもないんですけど、普通に喋っていきたいと思います。はい、先日ですね、昨日か、これ収録してるのが12月の3日日曜日なんですけど、12月2日の土曜日にですね、道頓堀ミュージアム並木座というところで行われました、ゲラライブというね、お笑いライブに出演してきました。はい、まあ、以前から多分ちょくちょくこのラジオとかでも言ってたかな、告知動画とかも出しましたが、意気込み動画か、知り合いのね方が主催者で、まあお笑いライブを開催するのが夢の方だったんですけども、その方がですね、僕がね、お笑い芸人的な活動をしてるってことを知ってくださってて、 SNS とかもね相互フォローしてたので、まあちょくちょくね、なんかなんですかね、交流はしてたんですけれども、今回そういうお笑いライブをするということにあたって、オファーしてくださり、僕も本当に、なんかすごいね、夢あることやなというか、気になってたんですよ。そういう、なんていうんですかね、僕もなんか野望的なことを抱く立場なので、そういうね、切磋琢磨じゃないですけどね、切磋して琢磨してる方々の役に立ちたいしね、自分自身も切磋して琢磨するためにもね、お笑いライブに、もう本当に二つ返事でね、出させていただくことになりまして、まあフリップネタ、ピン芸だったんですけども、2ネタね、させていただいて、でコーナーも出させていただいてということで、良かったですね。今までです、なんかその外のライブとかに出たことは、まあ1回あるかないか、1回あるんですけど、それも別にそんなね、トリオやったかな、お笑いサークル入ってる時代のトリオでしたけど、まあ別にそんなね、自分がどうっていうタイプのネタじゃなかった、何のネタしたかも忘れましたが、はい、そういうことが あって、ピンで外で出るっていうのは本当に初めてだったんでね、心細さはやっぱりありましたね。なんか全部自分の責任というかね、やっぱ自分でネタして自分でやってるから、そういう意味では本当に、ある意味自分自身でも挑戦だったんですけれども、はい、まあ、受け度ではそうですね、5段階中本当に2位ぐらいの受け度でしたね。別にめちゃくちゃ滑ったわけじゃないんですけど、そんなに受けたわけでもない。まあ2位は言い過ぎかな、2.5 ぐらい、2か3ぐらいでしたね。はい、まあどうでしょう、やっぱり一人ってなかなか爆笑を生みにくいでしょう。でその後半にかけてね、尻上がりに盛り上がっていくとかね、なかなかしにくいというのは自負してます。ただまあなんか自分がやりたいことをね、やれたから、それで満足かなという感じですかね。受けようと思ったらもっとね、受けるネタ持っていけたんですけど、新ネタを2つ下ろしまして、はい、まあ挑戦した結果 2.5 ぐらいの笑いだったという。ただね、まあ普通にお笑いサークルのライブ出たら多分1ぐらいの受けきっとそんなに受けてないやろなっていうところ、温かいお客さんだったんでね、すごく笑っていただいてね、なんかテレビ番組見てる感じで、なんかとか、なんかそのネタに対してのリアクションの声みたいなのがね、聞こえてくる感じで、本当に、キャパがね、30人ぐらいの狭い劇場だったんで、すごく、なんか新しい感覚でしたけど、お客さんとの距離も近くてね、その距離、物理的な近さもありつつね、精神的にもなんか、ほぼ会話してるみたいな状況のね、お笑いライブでした。これがとても新鮮でしたね。はい。今まで結構、広い、ね、劇場、そんな広いって言ってもそんな広くないですけど、そういうところでやってきたから、こういう狭い
ところでやるっていうのはね、初めてだったんですが、まあね、漫才とかがね、やっぱ盛り上がりますね。うん、一人だとなかなか難しいですね。はい。ただやっぱ一人でね、こうネタをすることによって力をつけていくっていうのはあるんですけども。うん、で、コーナーとかもね、なんか大喜利的なやつとか、なんか自己紹介的なやつとかもね、すごく盛り上がって、お笑いライブとしてもすごくね、楽しかったですし、演者としてね、出て、ネタ、自分がその、考えたネタを披露して、あんまりここ受けへんかったな、ここ受けたな、でね、そういう、トライアンドエラーというかね、そういうことが結果として出たのもまた楽しかったですね。はい、すごくいい経験をさせてもらったのでね、で、そうなんですよ。で、終演後に皆さん、お客さんをね、まあ、お送りする、お見送りする、お迎えする、うん、ありがとうございましたって外に出てね、お迎えしたんですけども、まあ、そこでね、何人かの方と写真も撮らせていただいたりとか、直接ね、直で、こう、面白かったですとか、ありがとうございましたで感謝をね、伝えることができたという、面白かったですという声に対してありがとうございましたと感謝を伝えることができたのはね、すごく、嬉しいことでしたね。本当に、妙理に尽きると言いますか。なんか、ちっちゃい子供を連れた家族連れみたいなね、ファミリーの方が来てたんですけども、その中の、少年、うん、男の子が、僕と写真を撮りたいっていうね、言ってたらしくて、すいません、この子がなんか、かっこいい人と写真撮りたいみたいなんですけど、みたいな言ってくださってね、なんかすごく、感動しましたね。うん、やっててよかったなというか、なんか僕、そんな、全然そんな立場じゃないのにね、うん、ね、いい思いさせてもらったなっていう、ただただそんな気持ちです。はい。まあ、いろんなね、おばさま方とかも、おばさま、お姉さま、うん、お姉さまとか、とも写真撮らせていただきましたし、面白かったですとかね、まだ大学生なんか頑張ってんなーとかな、YouTube 見とくで、みたいな感じでね、直でこう言ってくださるっていうのはすごく、本当に良かったですね。刺激になったというか、人の温かさを改めて感じましたね。うん、なんか普段なんかいろいろな、対象物に対して悪口を吐き続けてますけども、意外とこういう温かい、気持ちっていうかね、心っていうのは素直に受け止めますね、僕は。はい。うん。で、やっぱり、悪口、ね、まあ、たまに言いますけど、やっぱそういうこと以外で笑かせたらな、一番いいんかな。うん、わかんないです、それは。はい。わかんないですけど、ね、そういう、一瞬、悪口を言うテイストというか、スタイルがブレかけましたね。いや、どうなんでしょうか。別に、悪口、まあ、言う心というか、素の僕なので、変わらないでしょうけど、でも感謝するっていう気持ちがあるのも変わってないですね。それは昔からというか、感謝するのも俺やし、悪口言うのも俺だから、なかなか難しいんですけどね。感謝するだけの人間って面白くないからな。うん、そこはなかなかね、難しい、住み分けが難しいんですけれども。はい、ゲラライブというね、お笑いライブ。出演者の方ね、4組いらっしゃったんですが、本当に少ないね、規模が少ない、ライブだからこそね、今までサークルライブとかでなかなかね、自分一人にスポットライトが当たるってことは難しいですけど、なんか、本当にいい思いさせてもらってか、その、主役まあ、それは出てるから主役なんですけど、本当に主役にさせてもらってよかったですね。独壇場でしたね。うん。受けたかどうかはどうあれ。うん。そんな別に滑ったわけじゃないんですけど、なんかまあ、もっとできたっちゃできたかな。うん。そこもまた収穫だったということです。はい。本当に場をこなすしかないのでね。うん。そういう感じでしたね。ポスターとかめちゃくちゃ可愛くてね。で、そのゲラライブの SNS とかも、すごく、積極的に運営してらっしゃって、オープニング映像、エンディング映像とかもかっこよくて、なんか、お笑いライブとしてもすごく、素敵だなと思ったし、この、一人の女性がですね、こう、お笑いライブを開催して、で、知り合いを集めて、演者を知り合いで集めて、で、お客さんも、その周りの人とかね、はたまたその SNS から完全に、知らん状態から来たって方もいらっしゃったかもしれないですけど、そんなライブができたということがね、素敵だったし、その中に入れたっていうことがね、とても光栄なことなんだなと思いましたね。はい。すごく真面目な話でしたね。うん。こんな9分40秒話した。今までその話しても全然喋ってないな、全然分数いってないなってことがあったんですけど、ね、いい話をしてたらやっぱり、中身がある話をしてたらやっぱり、すぐ過ぎるもんですね。はい。
まあこのラジオ恒例の先週の動画を振り返るコーナーちょっとやってないんで、これだけねやったら終わりにしましょうか。どこまでやったんやったっけな、あれか、本気でしてます29回、103回視聴、おーいいですね、100回視聴いったか。やっぱこうちょっと気になるタイトルにしたらいいんかなっていうところですが、弾き語りスーパービーバー人として、あ、聞いてられないシリーズね、弾き語りかっこ聞いてられないってね入れたらよかったんですけど、まあまだまだ成長途中ね、本当に成長途中ね、僕は発展途上です、まだまだ成功か成功の途中かという座右の銘、座右の銘ではないですが好きな言葉がありますね。最近また以前も紹介したと思いますが、このように失敗はないんですね、成功か成功の途中です。そしてホーロックに突っ込むマイヘイズバット、あ、この話もちょっとねハートフルなんですよ。話しとくか、温かい話つながりで、なんかこの動画にですねコメントが来て、全然全く突っ込めてないしセンスの欠片もないみたいなアンチコメントが来たんで、まあちょっと反論したんですよ。そしたらなんかまあバトルになって、なんかうわーって言い合ってたんですね。で、なんかをきっかけに、他の動画見たけど歌うまんやから、そっちをもっと活かせよって、そっちをもっとねうまく使えよみたいな、せっかくの才能、せっかくのね、どんな内容だよ、まあ、せっかくのね、せっかく歌うまいのにこんなもったいないからやめろみたいな、つまりまあ、いいと思ってくれてたんですね。僕のためを思ってコメントしてくれてたということが判明しまして、褒めてもらって嬉しいですし、そのアンチコメントと決めつけたというか、まあ、アンチの人でもね、僕を改善してほしいと思って言ってるんやなってことに気づいて、これまたね、すごく温かい気持ちになりましたね。歌うまいって言ってもらえたら嬉しいけど、まあ、そんなうまくはないですが、嬉しいですし、なんか、ぐわーってね感情をね、ぶつけ合って、で、最終的に、その、アンチコメントの人に丸められるっていうね。はい、まあ、幼いですね、僕は。はい。普通の、まあ、心が寛容な方だったら、アンチコメントとか無視したりとか、励みになります、ありがとうございます、みたいな感じで言うんですけど、僕は、まあ、結構、真っ向から、その、反論したりとかね、言ったりしちゃうタイプなので、まあ、言ったりしちゃうタイプというか、別にね、ほっといたらいいんですけど、まあ、気に入らない奴は、一人も残らず駆逐したいので、なるべく、はい。だってね、その、自分で趣味でやってることに対してケチつけられたら困るじゃないですか。だからそんな人は僕のチャンネルからいなくなってほしいので、ね、言ってるんですけれども。まあ、でも、時にはやっぱ冷静になってね、アンチコメントももしかしたら僕のためを思ってね、愛のある言葉なのかもしれないと思ってね、思わないといけないなと思わされました。はい。そして、元水戸店員が、その前にうどん嫌いなやつが丸亀製麺ね、食べたらどうなるか。このコメントにもなんか、聞きづらいので、台本作った方がいいみたいな言われてね。そういうのはもうちょっと嫌ですって言ったんですけど、はい。別に聞きやすくしようとも思ってないですし、本当にだからライフエンターテインメントって言ってますけど、人生流してるだけなので、その日記にさ、日記がさ、そのすごく綺麗な文章やったら気持ち悪くないですか？なんか、日記ってその時思った感情をバーって書いたりとかさ、なんか別にそんなに文章として成り立ってなくても自分が読むだけやから、自分だけが伝われば、いいわけじゃないですか。日記なんで、そのライフエンターテインメント。僕の人生なんで、そんな人様に向けてね、まあ、一応出してるからさ、まあ、ある程度は聞いてもらわないと意味がないですけど、でも、そこまでするもんかっていうところで、別にそこまでね、なんか、本気になる必要もないなっていう、台本まで作って、別にそんな再生されるわけじゃないからさ、そしたら別に、そのまま、テイクワン、ファーストテイクでバーっとね、話しちゃってっていう感じですかね。思ったことを喋るだけ。で、木曜日、ミスド店員が新作ポンデショコラ、全2種ガチレビューね。はい。本当にミスド新作出してこないでくださいっていうぐらいのペースで出てきて、ね、僕の、ミスド、僕の胃袋が壊れそうというね、ところはありますね。はい。甘いもばっか食べさせられるからさ、ミスドのせいで。でもなんか再生回数最近ちょっと調子が良くて、このミスド系。まあ、ただ今回はちょっと良くなかったですけど。まあ、あれですね。やっぱ、ポケモンドーナツとか、すごく集中性が高い、話題性が高い商品だったらね、グルんでしょうけど、この、ポンデショコラってそもそも出てたし、なんか、追加第2弾的な感じで、大人のポンデショコラやから、なかなかね、難しいのは、そうですけど。まあ、せっかく食べるんやったら動画も撮っとこか精神
ですかね。今回はちょっと自分が食べたかったっていうのもあったかもしれないです。はい。で、土曜日が流行らせたい言葉、はい、これね、これ忘れてたのが一個あって、まあ、マサネティフォトとかね、確かニットソーススパゲッティウマシとか、あ、ボッケがベネタとか、言ってましたけども、なんかね、痛い人間いるじゃないですか。痛いなーっていう人、僕とかね、あの痛い人間、そういう人をね、あの痛い人間略して痛人ってね、言いたいですね。はい。で、まあセットを今からちょっと痛い人間のその下りのセットをちょっとやりますね。お前痛い人間やな、痛人やないかい。まあほぼビタミンなんですけど、ね、ここまでです。はい。ほぼビタミンなんですけどって言うまでが、あ、この痛い人間、痛人、略して痛人やないかい。ほぼビタミンなんですけどっていう。はい。あの、これちょっと流行らしたいですね。うん、痛い人間のこと、痛人、略して痛人やなって言って、ほぼビタミンなんですけど、ね、ここまでね。はい。なかなかね、流行を作るというか言葉をね、生み出して、そのまま流行らすっていうのは難しいんですけども、はい。地道にね、喋っていきたいと思います。はい。で、今日がカフェ喫茶探訪録ということで、カフェ喫茶探訪録もなかなか、長寿番組になりましたね。うん。すごい。すごいです。そして、一週間が終わったということで、長く喋ったんでね、今日はこの辺で終わりたいと思います。また次週お会いしましょう。さよなら。